はい、ロック福田の腕時計魂、今日は、はい、ジンデポ渋谷にまた久しぶりにお邪魔しております。2回目だよね、はい、1回目はほら実験とかして、そうそう楽しかったですよね。でね、今日は、実はビーフスの人が来ていて、スペシャルゲスト。わー、だけどね、この人がね、そう分かったんだけどね、もう30年ぐらい前の、おーよ、すごい古くの知り合いで、まさかの、そうそうそう、2人ともろくでもないことをしてた友達で、まあいいや、あとご紹介しますはい、楽しみにしててくださいね。というわけで、はい、素敵なゲスト、古谷さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、あのさっきも言ったけど、うん、実は昔からの知り合いだったっていうのが打ち合わせの時に発覚してえらく驚いたっていう噂を、そうそうそう、お互いにってすごく驚きましたね。30年ぐらい前、そうです、僕が大学生の頃ですよね。お互いにあのろくでもない時代のろくでもないことをしてたっていう自転車好きっていう、はい、あの時計にたどり着けないんで、そろそろ、はい、あ、そうですね、すみません、すみません、怒られた、さすが、はい、さすがです、すみません。というわけで、だから、まあ、今回、お話しいただけるのは、まあ、ビームスの、別注、はい、そうですね、うん、まあ、あのビームス、まあ、あの基本洋服の、うん、あのお店なんですけれども、まあ、そのビームスと、まあ、ジンが結構こう長く、うん、ずっといろいろお付き合いをさせていただいていて、はいはい、ビームスにとってはすごくジンという時計がちょっと特別な時計なので、うん、まあ、過去にいくつかあの別注というか一緒にものを作らせていただいたことを中心にちょっと今日お話ができればなと思ってはいるんですけど、うん、はいはい、はい、まあ、ちょっと過去のものなんで売ってないものもいっぱいあるんで、はいはい、あれなんですが、はい、ちょっとその辺でお話をさせていただければと思います、はいはい、お願いします。最初のモデルがこれになる。そうです、あの、ね、別注としては2002年の別注になるんですけれども、うんうんうん、ジンの時計をあの取り扱いをさせていただいたのが95年から。あ、そんなに前から。はい、95年から2002年で扱っているうちに、そのビームスの中でその何ていうんですかね、社員になる、アルバイトから社員になる人が結構いっぱいいるんですけど、その時にその社員になった証みたいな感じで、うん、ジンの時計を買うっていうちょっとこうステータスみたいな時計になっていて、うん、なるほど、はい、でやっぱりその時計として、うん、あのやっぱりビームスのスタッフの中で特別なブランドになっていったので、うん、ちょっと、一度あのジンではなかなかやらないような、うん、ビームスのちょっとテイストを入れたジンらしい時計を作りたいっていうことでお願いをして、2002年に作らせてもらったっていう感じです。いいコラボですね。ちゃんと裏蓋にロゴがダブルネームで入っていて、うん、そうなんですね。この BPR ビームスっていうのが我々の、うん、見えるかな、見えないんじゃないかな、雑貨のセクションのレーベルなんですけれども。そうですか、はい、うん、これはじゃあ貴重なアーカイブ的な、そうですね、今日お見せいただいてるのは。僕もすごい久しぶりに見ました。このポイントは、ポイントはもう、 あのもう見ての通り、こうイエロー蛍光、蛍光イエローのインデックスという感じになります。なるほど、なんか当時その今でその Y2K ファッションみたいな感じで、はいはい、2000年代的な、そうです、そうです、もうそのベッカムとか、はい、あの辺のちょっとセレブ系だったりとかして、少しあのファッションも少しこう派手めというか色を使うようになって、まあそういう意味であのちょうどぴったり合うかなと思って作ってますね。なるほど。なので100本限定なので、これは結構すぐになくなってしまった。古谷さん買ったんですね。僕買わなかったんです。あら、まあ、あの買わなかったというか、あまりなんかこう自分で作ったものを買っちゃうと満足しちゃって、はいはい、ははは、怠け者なので次のこと考えられなくなっちゃうんですよ、ね、で後悔してるでしょ超後悔してますね。だよね、すごく後悔してますだからこれ久しぶりに本当にあの使ってない的なものを見たのでかなり欲しくなってますけど、いいよねこれね、いいですね、うん、ただまあこれ買っちゃってたらその次のコラボレーションとか、あ、なるほど、なるほど、出なかっただろうなと思うぐらい多分満足しちゃったと思います。で次のがこれ、そうそうです、これが何年ですか。これ2005年です。2005年、だから3年後か。はい。はははは。これが、まあ、
第2弾。このポイントは、これは756っていうモデルで、当時一番新しいモデルだったんですね、発売するしないぐらいのモデルで、はいはい、それで新しいモデルで、かつ前回がその三振だったので、よりそのジンらしくというところでちょっとクロノグラフを採用させてもらいましたっていう感じなのと、あとやっぱりケースが黒 で、はいはいはい、で今でこそ黒いケースってなかなか、多いんですけど、当時本当に少ないというかほぼないみたいな状態だったので、そんなには、これマットな感じだね、またね。そうです。いや実はね、これがその頃がちょうど20年前なんですけど、結構今と同じようにそのワーク系のファッションみたいな感じ、結構ヘリテージ系というか、なのでその黒黒みたいなところで少しそういうイメージを入れているので、ちょっと今のファッションに通じているところの時代でもあるという感じですね。でこれは限定何本？これ50本。50本、はい、実は価格の開きが結構ここでもあったので、はい、それでこれは50本ということにしましたし、あと先ほども話したようにちょっと黒でチャレンジングな感じだったので、僕自身もちょっと不安があったのかなっていうところは今思うとありますけれども、これは50本しか作ってない。でこれも買ってない。これも買ってない本当に、買ってないですね。後悔、その2と。その2ですね。そういうことです。はい。で、まあ、これも買わなかったんで、おかげで3弾もあったというふうな解釈でいいですかね。おかげでというか、なんというか。これは、はい、これは何年だったんですか？これ2013年ですね。実はちょっと8年間が空いてしまっているんですが、このモデル実はちょっとベルトが、これうちのスタッフの私物で、あ、そうなんですか。で、ナトーストラップがついてる。そうなんです。はいはいはい、元々はステンのストラップがついていて、あ、ブレスレットだったんですか？そうですそうです。あ、なるほどなるほど。はい、ビームさんのオレンジなのかなとかいろいろ今考えてたんですけど、ね、多分そのスタッフがちょっとワンポイント入れたかったのかな。可愛いですね、この、はい、このストライプの引き通しだけで十分ポイントが入ってるんですけど、ね、いいですね、はい、僕の好きな福田さん好きそう、うん、でこれはまた、原点に戻ったというか三振に、そうなんですけど、この当時が2013年っていうのが、そのいわゆる洋服ファッションとしては、はい、結構そのみんな無関心な時代というか、13年ファストファッションの時代、10年前か、ちょっと量産っぽくなってきた感じですか、はいはい、な時代で、そのどちらかというとこう作り込んで作り込んで作り込んでっていう感じのものよりも、もう少しこうカジュアルにというところで、なるべくその一見すごく普通に見えるものっていう時計をちょっとジンで表現したかった。もちろんジン自体がもう機能としてはもう最高に全て入っているので、もう我々がやることはもうその簡単に言っちゃうとこう上辺 の、ビームスっぽさみたいなところを入れるっていう感じなので、パッと見究極の普通に見える時計っていうのをちょっと作りたかったんですよね。あ、なるほど、ノンシャランな感じね。そうですそうですそうです。なのでさっきおっしゃっていただいたビームスオレンジみたいなところの、ここでオレンジ使ってるっていうのがあったんですけど、なんでビームスだとオレンジじゃないのみたいなことはよく言われるというか、イエローではなく、そうそうオレンジでしょとかっていうふうには言われますけど、やっぱりちょっとそのオレンジをこう前面にバンって出してしまうと、どうしてもこうビームスが前に出てしまうというかっていうところで、やはりそのビームスとしてはジンとしてジンがジンらしいんだけれどもジンが表現しないような時計っていうのをちょっとビームスとして作りたかったので、なのでそのビームスもこれ全部そうなんですけど、こっそりビームスって隠し文字みたいな感じで、あ、なるほどね、これ気がついたですね。4時と5時の間にいますね、こっそりビームスって、これ見えるのかな、すみません、それも初代から踏襲されてるんですね。初代からずっとそうですね、隠し文字ね、はい、これなぜ4時5時の間かっていうと別に大した理由は全然ないっていうか、そこが一番かっこいいかなっていうだけなんですけど感覚的なのでも一番大事だったりしますからね。そうですね、なので先ほどお話ししたようにちょっとジン自体が時計としてはもう完璧なので、はい、我々がもう感覚で結構こう振り切れるだけの、その土壌があるというか、やりやすい時計でかつ
あのすごくそのやっぱりファッションとか洋服の人たちってこう歴史とかものを掘り下げていくのが意外と好きで、うんはいはい、なのでそういう話をそのジンの方ですると、あのこうちゃんと歴史上で盛り上がって、あの福田さんと自転車の話で盛り上がるみたいな、その昔話で盛り上がって、あのすごく認めていただいて、こう別注みたいなものを受けていただけるという感じがします。なのでそのザ・ビームスみたいなことというよりは、人として成り立っているってことで、まあ、よくよく見るとビームスがやってるんだみたいな感じの、その我々のロゴの入れ方ですね。なるほど、はい、で結局だから、100本、50本で200本っていう200本、はい、あなるほど。でこれは買ったんですか？これも買ってない、買えてないんですね。ね、2度あることは3度ある。そうなんですよ、まだありますから。本当にこれ作るときに一番最初の復刻的で作ってみたいな感じでも言われた声もすごいあったんで、なるほど、ここで後悔してて、なんでここでそれを作って買ってないのかっていう、当時の自分が何を考えてるのかよく分かんないなと思うんですけど、まあでもとはいえやっぱり自分が作った時計を本当に買っちゃうと満足しちゃうので、なのでちょっと次のためにも買わないっていうふうにその時も決めてたんだと思いますね。なるほど、ということだそうです。でこっからが本番。本番ですか、ね、本番はい、あの買える時計、そうそう、はい、前振りが長いよっていう、はいはい、でこちら、そうですね、こちらが今発売している、はい、ジンとのコラボレーションの時計。あ、これはもう発売しているんですね。はい、発売しています。いつからでしたっけ？2021年から実は売っています。あ、そうなんですね、はい、あの2021年がビームスがちょうど会社が45周年っていう。あ、そうだ、もう45年になるのか、ね、年らしいですね。そっか、はい、年取るはずだな。でその時にやっぱりあのすごく特殊なあのコラボレーションっていうのをいくつかさせていただいている中での時計としてはジンということで、これいいわ。でこれベースはベースフリーが、そうですね、か、はい、そうか、あ、ギガって確かに書いてある、うんうん、なんかちょっと宇宙飛行士さんのヘルメットみたいな感じ、あ、これね、しますね、そうですね、この雰囲気だと。これいわゆるだからあの、プラフーモって僕らが言っている、うんうん、あの強化アクリル、これがまたね時計好きにはたまらないんですね、うん、そこがいいですね、うん、あの平らは平らですごく魅力的ですけど、ちょっとアンティーク調に見えるというか、丸みがサイズもいいよな、これな、はい、これイエローっていうのはもともとそのなんだろう、引用先というかそのテーマ的には例のあれ、例のあれ、そう、例のそれですね。あのジンはあのユーロコプターっていう、まあ今はねエアバスになっちゃったのか、ユーロコプターっていう、名前のまあ航空機会社の、そのユーロコプターが作ってるヘリコプターが、NATO 軍って正規採用されてて、そこにジンがあのコックピットクロック、まあ、を、こう搭載しててジンが作ったやつ、それがねこう蛍光イエローで、その色が、そうです、そうです、ね、そうです。あとやっぱりそのヨーロッパとかでその電車とかに乗った時に、うんうん、そのすごい視認性のいい掛け時計というか駅のホームとかに時計があって、うんうん、それが、結構その黄色のインデックスを使っていて、はははは、僕がそのヨーロッパとかに出張に行った時にすごくなんかこう印象に残ってたんですよね、うんうん、ヨーロッパ、まあ、ジンっていうのがまあドイツの時計なので、うん、でそのヨーロッパ感であったりとか、そのジンのルーツの中で先ほどお話しいただいたそういうものがあったので、うんうん、イエローのインデックスっていうか、うんうん、を採用させてもらいました。なるほど。でこれは、限定何本ですか？これを100本です、ね、100本、はい、少ないな、もうちょっと。で今発売中ってどこで買えるんですか？まあ、ビームスの、全国のお店、まあ、ビームスっても色々あるんですけども、都内だと六本木であったりとか原宿であったり、うんうん、うんうん、あのビームスの代表的なお店で買えますし、はい、あとまあネットでも今は販売しています。そうなんですね、はい、うん、なのでもしビームスのお店に行ってなかった場合もあのちょっとおっしゃっていただければ、お時間はちょっとかかるんですけど、はい、うん、あの1週間以内には現物を見ていただくことができる。じゃあまだ、在庫はあると。
そうですね、ちょっとシリアルナンバーは選んでいただくことはできないんですけど、うんうん、はい、ということで、これが100本、うんうん、はい、これが、残りわずかなのかな、早い者勝ちだそうです。はい、はい、で、まあ、実はそのビームスでは販売はしてないんですけれども、はいはい、イエローインデックスということでは、はい、ジンの日本の企画というか日本限定でイエローインデックスが存在しています、はい、ちょっとこれビームスでは販売はしてないんですが、イエローつながり、イエローつながり、ちょっとこう、はい、親戚っぽい感じ、うん、はい、左リュース、はい、ですね、これ、ね、なんか秒も打ってあるしかっこいいですね。かっこいいね、かっこいいね、なんかちょっと、あ、いいじゃん今日の感じで逆にこれは本当にビームスが入っているわけではないので、うん、よりジンらしいイエローの使い方というか、うんうん、時計としてなんて言うんだろう、そうですね、ファッション寄りというよりは本当にジンらしい、うん、そうですよね、特殊時計会社というところも含めて、そうね、はい、こちらもお急ぎくださいかしら。これはね、100本限定です。はい、うん、ジンの日本のブティック限定、はいはい、ですね、はい、はい、ありがとうございます。はい、かっこいいですねこれ、はい、で、こっからは、はい、え、今気になってるもの、すごく気になる、お、欲しいもの、すごく欲しい、なるほど、はい、ま、のその1、その1というか、ジンとして欲しい時計、はいはいはい、と、あとその数あるユーロラダ時計があるじゃないですか、はい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 、で、その数いろいろある時計の中として普通に時計として見たときに欲しい時計、ああ、欲しいジンと欲しい時計、ちょっとそうですね、ちょっとだけこうベクトルが、なるほど、でも分かるよね、はい、で、これはこれは、いろいろな時計がある中で選んで、はい、他の会社も含めて時計として欲しい、あ、で、今古谷の欲しい時計、欲しい時計ですね、はい、これは、これは、はい、これがジンの105か、はいはい、SD の三振の方のモデルです。これすごく、そのなんでジンとしてどうのこうのっていう感じのあれかっていうと、まあ、うん、ジンらしいといえばジンらしいけどジンらしくないけれども、うん、ドイツらしいという、なるほどね、デザインがすごくバウハウス的なデザイン、はいはいはい、で、この日付、うん、これね、とかがこう6時位置になって、こうすればいいのかな、はいはいはい、曜日日付、はい、縦になってますね、で、すごくこの左右対称感というか、はい、あとインデックスのこう優しい感じ、うん、あとこれ一応41ミリですよね、41ミリなんですけど、こうベゼルのこう、うん、デザインの感じがすごくバランスが良くて、なんか大ぶりにあまりも見えないし、うん、なんかね、さっきのでも限定のなんだろう、ヨーロッパっぽい色使いとかっていうと、こう白ダイヤルにオレンジの針とかってなんかちょっとヨーロッパっぽいですね、そうですよね、うん、なんかちょっとアメリカとかではあまりない感じ、うん、ヨーロピアンな感じ、はい、ね、はい、毎日つけても飽きないですよね。そうですね。多分僕とかは普段カジュアルなんですけど、うんうん、まあ、カジュアルでもそのスーツみたいな、うん、オンでもオフでもいけるかな、まあ、よりオンオフ対応は黒の方があれかなと、うん、ちょっと白のちょっとカジュアルっぽくなるかなとは思いますけど、うん、でも良い、はい、良い、うん、すごくこの時計は欲しいですね、はい、いいですね、はい、本当、価格もまあお手頃というか、うん、はい、ちょうどいい、なるほど、はい、はい、で、さっきのが、まあ、はい、古谷さんの欲しい時計、そうですね、普段使いたい、だ、今度が欲しいジン、そうです、ジンとしてすごく欲しいジンがこちら、そうです、そうです、これは欲しいジンですね、これはこれが U1 と U1 か U50、 そうか、赤いやつ、ジンっぽいですね、とんでもない防水性能を持っているというか、1000メートル、1000メートル防水にもかかわらず、この薄さであったりとか、この感じです、ね、まあ、ちょっと僕ダイビングとかはやらないので、いわゆるスペック的にはちょっとオーバースペックだったりはするんですけれども、やっぱりそのジンとして、そのやっぱりなんかこうプロユースの時計とか、時計に限らずプロユースの道具ってかっこいいじゃないですか、何を見ても、やっぱりそのジンってすごくその潜水士の方だったりとかプロの方、あと昔はなんかこう消防用のとかされてたりとかしてるので、そういう意味では本当にジンが作るプロユースの時計っていう感じですね。
でこの U50 って表が、まあ、少し小ぶりな小ぶりな、はい、あの U1 のデザインをそのまま残して、うん、はい、これだと私でも、そうですね、さっきのもいいんですけど女性も、うん、まあ、もしあれだったら本当にこう洋服の上からとか、ああそれいいですね、うん、こうオーバーニットでね、はい、でこれさ、まるちゃんのほら僕ら1回目でお勉強をした、うん、はいはい、まあ、U ボートスチール、うんうんうん、で、こちらはだからケースとブル、ベゼルがテギメント、はいはい、あの傷つかないっていう、でこれも、ベゼルがテギメント、おで、1000メートル防水で、まあ、こっちは500メートル防水なんだけど、はい、まあ、今回改めて見てておおってなったのが、はいはい、こう針のさクリアランス、うん、この詰め具合っていうかね、ベタベタじゃない、はい、でこうスポーツウォッチ、まあ、特にこうプロフェッショナルモデルって、うん、あの針のクリアランスを多く取りたいのね、マージンを、あのこうショックとかあったり、そうですよね、うん、こんなにベタベタにくっついてるのって普通こうドレスウォッチのお作法というか、確かに、でそれをね、で多分、この1000メートル防水なのにこんなに針のクリアランスを近くしてるっていうのは、あの視認性、はい、だ本当に海に潜った時に針が近い方が見やすい、ずれないですね、そうそう、だそれのためだと思うんだけど、それをやってしまえるというか、やっちゃう、実現できるのはね、なんか人すごさに改めて、そうですよね、だからその特殊時計会社としての人がすごい詰まってる、うん、そうそうそう、だからあの欲しい人っていう、欲しい人、人として欲しい、ね、納得ですね、すごくよくわかりますね、うんうん、そういえばおかわりがありました、こちらに、お、これ、はい、こちらは、これはさん、これ実はちょっとジンの中では変わり種かなと思っているんですけれども、はい、すごくあのジンとしてのこう考えというかが、はいはい、とても面白くて綺麗な時計だなと思って、ちょっと今日紹介させていただきたいなと思っているんですけれども、はいはいはい、これ実はクォーツの時計で、はは、まあ、ジンではクォーツすごく珍しいんですけれども、はいはい、これが434っていう434、はい、モデルですね、はは、はい、ただクォーツなんですけれども、いいですか、ただのクォーツではないというか、そこにジンの面白い考え方があるなと思って、はい、でこの小ぶり感がすごい今のトレンドというか、うん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 、でいいんじゃないかなということでちょっと紹介させてもらいたい、おまけの一本という感じですね。なるほど、これは、はい、お気に入りのポイントというか、はい、まあ、まずデザインが本当にすごいシンプルで、はいはい、つけやすいということ、まあ、特に女性の方にもつけていきやすい、うん、ミニマルでいいですね、はい、これっていうこともありますし、うん、あとこのクォーツ その電磁波の考え方みたいなのがやっぱりちょっと面白いなと、うん、何何、はい、何でしょう、よくその電磁波をこうかかった時に時計が狂いにくいですよ、時計を電磁波から守りますよみたいな時計っていうのはよくあるとは思うんですけど、逆にこれはその時計が出す、まあ本当に微妙な微々たるものだと思うんですけれども、そういうなんかその電磁波を時計の外に出さないで、いわゆるつけてる人にその電磁波の害をあのないようにっていう考え方の、そのマスク予防のためにマスクをしているのか、それとも人にうつさないためにマスクをしているのかみたいな感じのちょっと考え方が僕としてはすごく新鮮だったというか、自分の電磁波を外に出さないでつけてる人になるべく害を与えないみたいな考え方のクォーツの時計なので、すごく知りませんでした、人らしいなというか、そうです、これチャコールグリル的な、なんかダークブラウンっぽい、なんか綺麗な色ですね。ね。うん。あ、そうなんですね。だからちょっとクォーツっていうと、うん、クォーツかっていう人もいるかもしれないんですけれども、はい、そのクォーツでもジンとしてのちゃんとこうポリシーというか、なるほど、が詰まっている時計ということで、ちょっと今回気になっている時計という感じです。いいですね。ね。うん。結構こっちが、僕もここにお邪魔して。知ったみたいな、あ、見つけちゃいました、そうなの、これもすごくいいです、なんか男性でも女性でも、そうです ね、ちょうど今のトレンドの大きさ的な感じですか ね、ここ最近だから、うん、あの男性ものがどんどん小さくなってきて、
まあ、いつも言ってるようにね、うん、あの女性が大きめのをつけたがっているんで、うん、このぐらいのサイズだと本当にどちらでもどっちでもいいのかな、うんうん、そうですね、どちらでもいけますね、うん、まあ、ただちょっと多分ジンが女性は意識してるかなという感じで、うん、女性っぽいデザインにはなっていることは確かですけれども、ね、MOP とか使えるね、ローマインデックスだし、はい、はいはいはい、ということでした、はい、ということで今日はいろいろとご紹介いただいて、いやいや、小坂さんありがとうございました。これはあの古谷さんが今日買い取る4本だそうですよ。ペイペイ使えますかね、ついに買えみたいなですかね。ペイペイ見学行っちゃうかもしれないですね。いやでも本当にどれを取っても本当にジンらしいところもあるし、ね、かっこいいなっていう、うん、時計ですね。どうですか、いや1本選ぶとしたらどうだろうな。でもやっぱりね、僕ねプラフーボグッとくるんだよね、うんうんうん、マルちゃん的には、はい、いやどれもよくて選べないですけど、このU50 もいいですし、U50、はい、ろうそく足的なやつ、はい、景気が良くなりそうな感じで、はい、ということで、なんだ話してと取り留めもなくて、またあの第2回目出演とかってありえますかね。もう本当にこんなカジュアルで良ければというか、いや、全然ね、あのいつもすごく時計の詳しいこう話がいっぱいあって、勉強になる話がいっぱいある番組なのに、今日はどちらかというとなんかもう楽しくただ喋ってただけみたいな感じの僕印象なので、それぞれの年代のこうファッション的観点の解説とかもあって、すごくそれが私楽しかったです。よかったよかった、ありがとうございます、はいはい、もし呼んでいただけるのであれば、今度はあのビームスの売り場からみたいな、ああそうですね、はい、うちの売り場からぜひぜひ、はいはい、遊びに来てください。やった、そういう感じであの また出ていただけるかもしれませんので、はい、で、はい、来週は僕らどこに行くのかな、どこかなということで皆さん楽しみにしててくださいね、はい、じゃあねー、じゃあ